ただいまから外交防衛委員会を開会いたします。委員の移動についてご報告いたします。昨日までに宮崎勝君及び小沼匠君が委員を辞任され、その補欠として山口夏夫君及び福山哲郎君が選任されました。理事の補欠選任についてお諮りいたします。委員の移動に伴い現在理事が1名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。理事の選任につきましては、先例により委員長の指名にご一任願いたいと存じますが、ご異議ございませんか。ご異議ないと認めます。それでは理事に高橋光雄君を指名いたします。これより請願の審査を行います。第309号辺野古新基地建設の中止及び軍事費の大幅削減に関する請願、ほか169件を議題といたします。まず専門委員から説明を聴取いたします。神田専門委員。お手元の A4 横のページ番号が入りました第208回国会外交防衛委員会付託の請願と題する資料に基づきましてご説明いたします。今国会中本委員会に付託されました請願は13種類総計170件でございます。まず資料1ページから4ページまでの309号ほか48件は、辺野古新基地建設の中止と戦没者遺骨を含む土砂の不使用、軍事費の大幅削減、普天間基地の撤去、日米地位協定の抜本的改定等を求めるものです。次に5ページの504号ほか28件は、経済連携協定の見直しを求めるものです。次に6ページから7ページまでの730号ほか3件は、平和安全保障関連法の廃止を求めるものです。次に8ページの1096号ほか15件は、オースプレイの配備撤回、訓練中止等を求めるものです。次に9ページの1283号ほか55件は、女性差別撤廃条約選択議定書の速やかな批准を求めるものです。次に10ページの2337号ほか13件は、ILO ハラスメント禁止条約の批准を求めるものです。次に11ページの2479号ほか1件は、核兵器禁止条約第1回締約国会議へのオブザーバー参加を求めるものです。以上でございます。以上で説明の聴取は終わりました。これらの請願につきましては、理事会において協議の結果、いずれも保留とすることになりました。以上のとおり決定することにご異議ございませんか。ご異議ないと認めます。よって採用決定いたしました。継続調査要求に関する件についてお諮りいたします。外交防衛等に関する調査につきましては、閉会中もなお調査を継続することとし、本件の継続調査要求書を議長に提出したいと存じますが、ご異議ございませんか。ご異議ないと認め、採用決定いたします。なお、要求書の作成につきましては、委員長にご一任願いたいと存じますが、ご異議ございませんか。ご異議ないと認め、採用決定いたします。この際、一言ご挨拶を申し上げます。今期国会におきまして、理事の方々をはじめ、委員各位のご協力を賜りまして、その職務を全うすることができました。心から御礼申し上げます。国際情勢は一時も目を離すことができないような状況でありますが、改めて申すまでもなく、閉会後には参議院通常選挙が控えております。選挙に臨まれる方々にはご健闘を心よりお祈り申し上げて、ご挨拶といたします。大変お世話になりました。ありがとうございました。本日はこれにて散会いたします。